どうもエルザレットです。それではトーテムやっていきたいと思います。今回ログシティだね、大都会っていうことでこちらの方やっていきたいと思います。まあ田舎っ子の僕としてはね、ドキドキするよねそうでもないけど、ね、俺たちの街は常にレイアウトが新しくしている。毎日いろんなところ掘ってるんだよ。だからたまにただ突っ立ってぼーっとするのもいいもんだ。うん、大事大事。サボりの現場を抑えました。これ脅されたくなければマニーをください。なんか疲れ切ってるね。いや、私はヘトヘトに疲れているんだ。寝坊して仕事に遅刻だ。おまけに電車も遅れてる。好きでもない仕事のためにストレスを感じるなんて信じられないよ。仕事って？街を走り回るのが私の仕事なんだ。このログシティじゃありきたりな仕事だよ。でも本当は掃除や整理整頓が好きなんだ。掃除機をかけたり、皿を洗ったり、カメラのレンズを磨いたり、それが私の生きがいなんだ。へえ、綺麗好きなんだね。なんか汚れてるものがあったら喜んで綺麗にするよ。はーい。これずっと気になってたんやけどさ、そこなんかあるよね。おーおー、あしゃっ、なんだろうね、お化けだろうかね。いや、ログシティへようこそ。ここの住宅はとっても高層だよ。見応えのあるものがたくさんあるんだ。探検しに行ったらスタンプが集まったら戻ってきてね。今回9個。1個ずつ増えてきたね。うわ、めっちゃ走ってる。あ、なんかいる。そこ、ライオン。おう。俺にトリネーサーやるのが趣味なんだ。今、パンくず持ってないんだけどな。パンくずか。あ、飛んでった。これ何？水か。大時計台。昔はここに王様が住んでいました。1時間2回、大きな鶏が時計から出てきます。観光客に大人気の観光スポットです。あ、ちょっと待った。なんかある。落書きだね。あー、これ、1時間に1回って、これ待ってたらなるのかな。ちょっと待ってみようか。予想以上に長い。ちょっとこれはタイミング見よう。思ったよりもね。あれ？これさっきのエスカレーターの人じゃない？ホットビーンブラザーズへようこそ。開店したばかりなんだ。ホットビーンとビーンパンを売ってるよ。だいたいうちに伝わるレシピ。足りないのはお客さんだけ。そうだ、お店手伝ってくれるのかよ。いいよいいよ。ありがとうよ。そうだな、お客さん3人連れてきてくれ。焼きたてのホットビーンハットをかぶるといい。斬新、斬新だな。美味しそうな匂いでお客さんが集まるはずだよ。お姉さんは？うむ、これがいいわ。よーし、とこう。あー、なるほどね。フォロワーのみんなに返事してたの。次のフードレポートはどこでやるのかって聞かれてね。私のカメラの画質が落ちてて残念だわ。お姉さん、いかがでしょうか。確かにいい写真ね。でも、私が食べ物と一緒に写ってない。え？これ、いかがでしょうか。いいねして、スワイプして、投稿。いかがでしょうか。いいね。完璧よ。新しいフレッシュなホットビーン、ビーミン。どこ？わあ、もうたくさんのいいねがついてるわ。手伝ってくれてありがとう。若くて影響力がある。そういう人間になりたいよね。急にしみじみということでもないんだけど。あ、なんかある。
おーい、本当に心。みんな急いでるねー。どうもどうも。どうもどうも。ホットビーンでーす。よかったら、よかったら食べに来てくださーいって。悪い噂だけ広まるっていうね。あははは。とか言って本当に忙しいよね。僕はオークビルから来たんだ。あ、お化け全部オークビルなんかな。故郷が恋しくてたまらないよ。森の木々や岩々、キャンプに虫たち。あらゆるものが恋しいよ。え、オークビルの写真？とっても癒されたよ。合ってたんだね。まるで宙に浮かんでるみたいな気分さ。シクシクシク。ああ、そっか、初スタンプか。どうしよう。あ、亀だ。つ、亀。あ、これそういう構図？マンホールに亀にピザ。へー、そういう小ネタも入ってんのか。恥ずかしがり屋の亀だったね。ん？コミュニティをきれいに保とう。初めてゴミ入ってるの見たね。なんか、なんか怪しいなと思ってさ、この階段の隙間がさ、いましたね。ボスに報告しなくては。どうも。お腹減ってるけども、ロクシティ食べ物にはもう飽きちゃったよ。お、その匂いは何かな？嗅いだことのない匂いだぞ。ホットビーンブラザーズだよ。ロクシティに新しいフードカートか。ドキドキ！飽きてたんだね。あ、めっちゃ走ってる。ネズミさんいるね。あ？チーズだ。おい、おいちゃん。はい、フォトチャレンジクラブだね。はい、チャレンジ。なんでしょう。5つの生き物、おばあちゃんの車。衝撃的な瞬間。おばあちゃんの車。また大変そうだね。あ？なんだここ。いや、調子はどう？僕のことをテレビで見たことがあるかもしれないね。もしくはラジオで聞いたかも。どうかな？今休憩中なんだ。うん。知りません。知りません。どこに行ってたんだ？朝からずっと探してたんだぞ。待てよ。お前はここの社員じゃないな。さっさと出て行け。あ、じゃあ、失礼します。やっぱそうなるよね。待て。お前カメラ持っているのか。戻ってこい。雇ってやる。受け取れ。記者ならこれを被るべきだ。ああ、これがあれば様々な場所に入ることができる。あとは、何はともあれ、こういった写真が必要なんだ。ファッションショー。そして、大いなる口ひげ。出てていていい。お前、言うことは言ったから、さっさと取り行け、みたいな感じだね。あ、でも、ビーンを先に終わらせたいね。すごーい。ビーンだな。先にやるべきはビーンだな。おー。達人だね。こんなんなかなかできないよ。お腹が減ってるけど、ログシティの食べ物はもう飽きちゃったよ。お、その匂いは何かな？いい匂いですよ。ホットビーンブラザーズだよ。ログシティに新しいフードカートか。ドキドキ！いやいや。私はログシティのタクシー運転手。どこかに行きたいのかい？あっという間に連れて行くよ。あー、じゃ、まだまだ。そういうのができるのか。にゃんこ。
ギリ映らないなぁ。こうして。何なんだろうなこれは。不思議生物系だね。楽しんでるね、スケートボーダー、タト。あとは、行けるのはこっちだけか。あ。なんか悪そうな奴らいる。後ろの、これも気になる。よいよ。よいよ。まんまだった。ここは俺たちの路地だぜ。俺たちはラッツカルズ。仲間になれるのは本物のワルだけさ。お前にはガッツあるか？あると思うよ。いいだろう。ストリートでアートを見つけるんだ。真のラッツカルズになるために、街中を駆け回がれ、駆け巡れ。仲間になるには5枚は必要。行く前にこれを持ってけよ。やっちまえ。あー、泥だらけのカメラ。あはは、頑張れよ。おい、お前。泥かけて。泥かけてってどんだけや。もう、せっかく、おばあちゃんからもらったカメラが。あ、移動した？あ、ワンちゃんいる。あれ？ダメです。こんなのじゃ写真は撮れない。ちょっと、駅、綺麗好きの人いたよね。ねえ、綺麗にして。ありがとう。新品堂だよ。すごいね。ありがとう。私はこういう先は得意みたいだ。たった今、何を仕事にすればいいか気づいたよ。掃除さん。カメラの手入れをやらせてくれてありがとう。まだ二つ目か。まだ二つ目なのか。今回しびれるね。あ、あと一人だな。あれ、また撮ってるね。どうですか、お姉さん。こっち。いいね。完璧よ。見て、食べ物。美味しい。どこ？もうたくさんいいねついてる。歌ってくれてありがとう。わあ、いいねが100に到達したわ。手伝ってくれてありがとう。すごくいい写真だったわ。イエーイ。ワクワクしちゃう。あ。お姉さんが今一番輝いてますよ。いやー、これはいい写真だね。何してるんだ？邪魔だよ、君。あ。そんな、カラスにフリスビー盗まれちゃった。大会があるのにどうやって練習すればいいんだ。このカラスはどちらへ？そうだね。どこ行ったかだよね、問題はね。回ってきた。はーい、フォトチャレンジ。難しいっていうか、多いんだよね。大困惑。なに、こっち。なんもない。支えなんもないってある？おー、あった。やっぱそんなもんだよね。鼻が効くんですよ、こういうこと。なんだこれ。蜂蜜のカフェあって、これ。はい。あ、誰がいる？
走り回ったらここに落ちてしまったんだ。助けてくれ。ああ、何かしらでってことか。あ、この鳩さん、なんかちょっと違う。ビジネス鳩。え、ちょっと待って、おばあちゃんの車ってどれなんだろうね。あら。こんにちは。あなたなかなか可愛いわね。あなたびっくりさせられたら私とデートしてくれる？いいよ。それじゃ行くわよ。わあ、びっくりした？うん。今のな、びっくりすると思ったんだ。早速街見に行きましょうって。それでいいんだ。あ。どうも。私のアートギャラリーへようこそ。ここは選び抜かれた最上級の作品を見ることができるわ。作品のそばにあるスピーカーを使うとその作品情報を聞けるわよ。へぇー。最高傑作。あ、無駄無駄。わからないね。さっぱりだね。お帰りなさい。はぁ。ここは特別な作品のために来ております。本当に独創的なものを展示しようと思ってるわ。まあ何か歪んだものを探してるところなの。芸術的センスを理解できる人がちっともいないからきっと空っぽのままでしょうね。ああ、歪んだもの。歪んだね。でもこの街でだろうな、その歪んだところはな。あら、冗談でしょ？うん、そう言われると思った。あ、なんか今話せる人いたね。お腹空いてないかな、お兄さん。いやー、あと一人なんだけどな。これこっちから来たんだっけ？あ、そうだね。あ。おばあちゃんイケイケやね。あら、こんにちは。私が誰か知ってるんでしょ？ごめんなさい。違うって聞いたことがあるって、あるも、あことがあると思うわ。申し訳ないけどな。かっこいい車に乗ってるおばあちゃんって聞き覚えない？私があの無給の運転おばあちゃんよ。何のことですか。ネットですごい再生回数なの。車でかっこいい技ができるの。まあ昔の話だけどね。もう引退したから。今は街で早々と車を乗り回してるの。でも車がひっくり返っちゃってから動けないのよ。うん。無給のひっくり返りおばあちゃん。お腹は減ってるけどログシティの食べ物にはもう飽きちゃったよ。お、その匂いのいいなんかな。どうぞ、ホットビーンブラザーズだよ。新しいフードカート。みんな好きだね。ここは何でしょう。あー、ファッションショーか。なるほど。あ、なんかある。これはなんで、あ、そんなところに、またあったな。ログシティであの人物の写真を撮ったのか？撮りましたよ。私にかかればすぐでしたけどね。はい、本部に報告。いらっしゃい。これ、こっちは何なの？あー。この人は今回なんだっけ？これか。あとは。衝撃的な瞬間。
5つの生き物。5つの生き物ってことはまとまって入ってるっていうことか。そうだね、なんかそんな感じだね。オッケー、そういう瞬間があるんだね。これは何なんだろうね。あ、宝がある。そして車がひっくり返った。街で一番かっこいい車の復活よ。無給の運転おばあちゃんが通るわよ。いや、ただの暴走運転なんだよな。スニーカーだ。ボビー。あ、本当だ、速くなった。しかも音もする。さあ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 、新しいお客さんこんなにたくさん。君のおかげで評判が広まったみたい。よし。お、ホットビーンハートは君にあげるよ。やったー。記者の帽子だね、一旦ね。パンくずね。そのパンくず、パンくずってこれじゃダメ？ダメか。ここは地味すぎるわね。他の場所の方がいいかも。他の場所か。しかもあのカラスもさ、どこ行ったかわかんないんだよね。焼きたてのお菓子の匂いが最高。でもちょっと遠すぎるわ。他の場所の方がいいかも。おう。うん。フリスビーどこ行ったんだろうね。こっから程よく近い場所か。ここなんだったっけ。ああ。美術か。すっごくワクワクしてるの。そういうことではない。芸術作品、これ君見えるのかな。冗談でしょって。怒られちゃいましたね。チョコ3匹だもんな。ここも行ってみよっか。おい待て、なんか小さいやつが来たぞ。小さな帽子をかぶってる。うん、ああそうだな。そんなにみすばらしい感じはない。よし入っていいぞ。何ですかそりゃ。どういうことですか。うん、私のコレクション素晴らしいわ。でもまだ何か足りないわ。逆にいいねじゃなくて、さすがクイーンって言ってもらえるような何か、頭につけるものとか。じゃあ、この中、髪の帽子、いかがでしょうか？ Oh! My! God! そんなに？その帽子完璧だわ。花はしさと豪華さが結婚して生まれた子供がその帽子って感じ。私のコレクションに加わる最後の作品にふさわしいわ。本当に？本当に大丈夫ですか？まさにこういうのを求めていたのよ。ありがとね、あなた。外で待ってて、もうすぐショーが始まるわよ。本当に大丈夫ですか？こっちの方が良かったんじゃないんですか？何も言えなさそうだもんな。あ、特等席。
このファビュラスな日に皆さんに私の最高傑作をご覧いただきます。私のコレクションは華々しくトレンディーなだけではありません。パーフェクトなのです。それではショーを始めましょう。あー、あれウォーキングだね。これポーズ取るのかな。あ、取った。一回だけ。去り際のポーズは。はい、いいですね。あー、ちょっと横のボディーガードが邪魔だな。あの、マサオくん的なあの人が超絶邪魔だな。終わっちゃった皆さん、今夜のショーは楽しんでいただけたでしょうか。新しいトレンドが生まれましたから、どんどん広めてくださいね。そしてこの言葉を忘れずに覚えておいてください。あなたが自分自身を愛せなければ、どうやって他の人を愛せるのでしょう。はいっすね、はいっすね。はい、どうも。ああ、最高のショーだったわ。インスピレーションくれてありがとう。デザインとは本当わかりません新しいトレンド作りたかったらまたいつでも来てね。おー、じゃあ違う帽子かぶってっていうことか。あ、かぶってる。気づかなかったけどかぶってたな、そういえば。景色がいい場所ね。どうです、ここ。ちょっと待って、これだわ。完璧なデートスポットよ。付き合ってくれてありがとう。あなたのために特別なサプライズを用意したの。わあ。えへへ。ありがとう。いや、かわいい幽霊ちゃんやったね。消えちゃった。写真持ってこい。何でしたっけもうね、やること多すぎてね。難しいんすよね。口ひげはわかんない。あ、口ひげあんたじゃない。この写真使えないなですよね。これだな。ファッションショーに行ったのか。これは使えるぞ。ありがとうよ。他はないのか。ナイス。ヒゲか、口ヒゲか、覚えとこう。はい、ということで今回ここまでです。帽子かぶってるね、今気づいた。まあ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 、とりあえずちょっとずつちょっとずつかな。まあ分かんないっていうかねっていうところもあるしね。そして今何か、おばあちゃん乗り回してたね。あ、最後いいの見れたわ。はい、ということで皆さん、ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。ではでは、また次回です。バイバーイ。